そりゃ、岩部みてえだな。あんなのと一緒にすんな。おお、誰かと思えば岩部さんじゃねえか。俺にヘイコラしてたくせに調子こいてんじゃねえ。昨日までの俺とは違うんだよ。あれはメタルの時と同じ。もらい。待ちやがれ。どうでもいいけど、騒がしい町だね、ここは。お前は？転校生を紹介する。今日からお前たちと共に勉強することになった美月だ。仲良くしてやってくれ。あいつ今朝の？いけすかないカッコつけ野郎。美月と言います。音隠れの里から来ました。ねえボルト君、あの転校生のこと知ってるの？ああ、朝ちょっとな。街で暴れてたバカを俺たちより先にやったやつだ。かなりの実力者ということですか。どれぐらい強いのか後で手合わせしたいもんだな。渦巻ボルトだってばさ。よろしくな、美月。うん、よろしくね、ボルト。ま、わかんないことがあったら何でも聞いてくれ。それじゃあ、なんで僕たちだけ教室がないの？へへ、俺にとっちゃ簡単な問題でございやしたよ。できてる。んなことより先生、もっと骨のある問題頼むってばさ。ほほう。大人げねえってばさ、篠先生。いい？まずこうやって運動方程式を計算するんだよ。ね、簡単でしょ。おお、なるほど。次は僕とやろうよ。望むところだ、転校生。頑張れよ、二人とも。さあ、本気でかかってきやがれ。じゃあ、行くよ。いけすかねえな。やろう。キャリンだよ。話せ、終わりだ。美月、終わりだ。大丈夫か、岩部。とにかくまず岩部に謝れ。なんで？僕はただ本気で来いって言われたから。いくらなんでもやりすぎだ。俺はあんな戦い方は好きじゃねえ。そっか、君に嫌われたくはないな。やりすぎちゃったみたい、ごめんね。ねえな。やろう。キャリンだよ。話せ、終わりだ。美月、終わりだ。大丈夫か、岩部。とにかくまず岩部に謝れ。なんで？僕はただ本気で来いって言われたから。いくらなんでもやりすぎだ。俺はあんな戦い方は好き。待ちやがれ。とどうでもいいけど、騒がしい町だね、ここは。お前は？転校生を紹介する。今日からお前たちと共に勉強することになった美月だ。仲良くしてやってくれ。あいつ今朝の？いけすかないカッコつけ野郎。美月と言います。音隠れの里から来ました。ねえボルト君、
あの転校生のことを知って。なんだありゃ、ユアベみてえだな。あんなのと一緒にすんな。おお、誰かと思えばユアベさんじゃねえか。俺にヘイコラしてたくせに調子こいてんじゃねえ。昨日までの俺とは違うんだよ。あれはメタルの時と同じ。もらい。知ってるの？ああ、朝ちょっとな。街で暴れてたバカを俺たちより先にやったやつだ。かなりの実力者ということですか。どれぐらい強いのか後で手合わせしたいもんだな。渦巻ボルトだってばさ。よろしくな、ミツキ。うん、よろしくね、ボルト。ま、わかんないことがあったら何でも聞いてくれ。それじゃあ、なんで僕たちだけ教室がないの？俺にとっちゃ簡単な問題でございやしたよ。できてる。んなことより先生、もっと骨のある問題頼むってばさ。ほほい。大人げねえってばさ、篠先生。いい？まずこうやって運動方程式を計算するんだよ。ね、簡単でしょ。おお、なるほど。次は僕とやろうよ。望むところだ、転校生。頑張れよ、二人とも。さあ、本気でかかってきやがれ。じゃあ、行くよ。